1953年、ミドロイ一は、日本のジャーナリスト、実業家、全日本空輸初代社長、朝日新聞社社長を歴任したことで知られている。号は春霊。岡山県戸又郡一宮村に生まれる。津山中学校を卒業後、1907年3月に、早稲田大学英文科を卒業し、翌1908年1月東京朝日新聞社に、 入社して社会部員となる。1914年8月に日本が第一次世界大戦に参戦すると従軍記者として新田を行為軍に参加。同年12月社会部次長、1918年1月上海特派員、同年11月大阪朝日新聞社に移って社会部員、1919年1月社会部、副部長、同年9月ニューヨーク特派員、 1921年7月、東京朝日新聞社に戻って、通信部長、同年11月計画部次長兼務、1923年9月社会部長兼務、翌10月整理部長兼通信部長、編集委員、1925年2月編集局、主幹兼整理部長兼論説委員、1930年11月、編集総務、1933年12月、 航空部長兼務と歴任した後、1934年4月、編集局長となり、主筆の尾形竹虎が、大外的に活躍する中、よく編集局内部を守った。1937年には、飯沼正明総縦司、塚越健治機関士による、神風号の法王飛行の指揮をとっている。1935年11月取締役、 1936年5月、常務取締役、1940年8月、編集総長。同じ岡山県出身の陸軍大将、宇垣一世側近の一人であった。ミドロに、形状日報社長への転出を命じた、社長、村山長隆との対立から1945年4月、常務取締役を辞任して、顧問となり、岡山に戻るが、敗戦後、 元朝日新聞航空部次長、中野勝義と共に、航空関係者の失業救済組織、今日、民社を設立し会長となった。1948年、公職追放となる。追放解除後の1952年、国内民間航空が再開されると、日本ヘリコプター輸送株式会社を設立して、社長となり、極東航空と合併して、 その後1957年12月、全日空の初代社長に就任。その後1961年11月に、同郷の元官僚の岡崎加平太に、社長の座を譲り、同社会長、相談役に退いていたが、朝日新聞社の内紛、村山事件1964年11月で、朝日新聞社社長となる。1973年5月11日、 86歳で死去。山本武俊、朝日新聞の中国侵略文芸春秋、2011年、236から239ページ、朝日新聞1948年6月8日一面、現在休防、将来有望氷伝全日空を作った男見どろ、小 1P28 総房長春、限りなく、大空へ、全日空の30年、P449、 全日空空株式会社発行。ありがとうございます。